こんにちは。山本俊之です。それでは今日も戦略チャンネルで学んでいきましょう。第22回マネジメント戦略。全員野球で全社員が自然と営業マンになって売り上げが上がる方法というテーマでお話ししていきたいと思います。戦略チャンネル山本敏之です。チャットワーク創業者で現在ビジネス YouTuber として活動しています。 このチャンネルは平日毎日更新していて、このジャンルはですね、社員満足度日本一を獲得し、モチベーション高い一枚円の組織を作るマネジメント戦略というジャンルになりますので、このジャンルの別の動画が見たい方は、この再生リストを再生してみてください。それでは早速内容に入っていきましょう。もう経営者がね、えー、本当にこうやりたい全員野球ですよね。じゃあそれをどういうふうにこうやっていくかということなんですが、まずちょっとお試しいただきたいのはですね、 営業部署の営業マン以外にですね、自社の主力商品のプレゼンをですね、3分でやってみてと、誰もその商品を知らない人に自社の商品を売るように3分で話してみてというふうに聞いてみると、ちゃんと話せる社員はごくわずかというかほとんどいないことに気づきます。 その商品のことはもちろん詳しいです。自社のサービスですし、カスタマーサポートの方であったり、デザインの方であったり、いろんなね、企画の方であったり、その商品について非常に詳しいのは詳しいんだけれども、それとですね、話せることって別なんですね。わかりやすく話せるかどうかっていうのは全く別物になります。じゃあ、どういうふうに全員野球で営業が ね、営業力がこう勝,手にこう勝手に営業したりです、ね、社員がど,んなどの部署の社員も勝手にこう外部の方に営業したりとかです、ね、し始めたりするか、しかもうまくというやり方をお話ししていきたいと思います。 全社員のプレゼン力が上がる仕組みということなんですが、プレゼン力ですね。やっぱりプレゼンにこう全てね、現れてきますから、全社員のプレゼン力で高める必要があるんですけれども、じゃあプレゼンの講師を読んで受けるかっていうと、いやいやカスタマーサポートをやってますし、私プレゼンする機会ないのになんでこんな講座を受けないといけないんですかとかですね。しかも一回聞いただけでできるかどうかって,ってできないんですね。なので、そういうことを思わせずに、 自然とですねプレゼン力が上がるような仕組みをうまく取り入れるんですねどうするかまずプレゼンが上手い方の代表例としてなんかねいろんな親戚とかそういうところでですねいろんな集まり全然こうジャンルバラバラな人の時に集まった時に話す機会があった時に学校の先生やってる人ってすごい話すのがこう上手ですよねしかも堂々としてるなんでかということなんですが簡単な答えですね 生徒の前で話す場数が多い。毎日話すわけですね。しかも子供の前でこうね、緊張する大人の前じゃなくて、自分の生徒の前で毎日こう話す練習をしちゃってる。できちゃってる。ですね。なので学校の先生って話すのが上手なんですね。全然違うような会合とかね、町内会でも何でもそうだと思いますけども、そういう時にこう話すのが上手なのはそういう理由ですと。じゃあそういう仕組みを社内で作れないのかということですね。仕組みで場数を作ると。 どういうふうに爆発を作るかということですが、えー、朝礼ですね。毎日朝礼やります。朝礼やるときにもちろんいろんな会社のやり方があると思うんですが、私がその中の一つのコンテンツとしておすすめなのがですね、えー、それぞれ、えー、例えばもう数人ですね、3人から5人ぐらいでいい,い,でい,いかもしれませんね。和になって、10人、20人ぐらいのグループで和になってですね、三人から、まあ、3人ぐらいでいいですかね。 えー、じ自分の中でじゃあ1人1分何でもいいから話してと、そこでですね仕事に関係すること、営業数字とか理念について話せとかとなるとちょっと硬くなっちゃうんで、そうじゃなくてあの、何か最近あった話、面白い話とか、みんなに聞か,せて話聞かしたい話みたいな、な趣味の話でもいいし、家族の話でもいいし、たまたまなんか起きた出来事でもいいし、仕事の話でもいいし、何でもいいというのをですね1分話させるんですねでポイントはですね。 ちゃんとこう、時間が1分間見えるような、まあ、スマホで、えー、1分間タイマーを見せながらですね、やるんですねで。それでこう話すと、まあまあ3人話すわけです。で、話して、そしたら次の日はその次の人からまた3人とかね。まあ1週間か2週間に1回こう回ってくるような仕組みをですね、毎日入れるんです。そうすると、IT の会社で営業部署もなかったような会社のメンバーが、みんなプレゼンがこう、うまいんですね。 えー、なんであの山本さんの会社の社員さんはあの全然ふ人前でこう話すのが、えーね、嫌がらないしいしかも面白いという話なんですがいやあ,のありがとうございますと言いながらいや実はこれやってるからなんですけどねっていう感じなんですねでもそれだけだと馬数のだけで話すのが上手くなるだけで、えー、営業が上手くなるとまた別ですとじゃあ営業が上手くなる方法はどうしたらいいかと。 全社員の営業力を3日で上げる方法っていうのがあります。それは何かっていうとですね、展示会ですね。なぜかというと、この3日でなぜ上がるかっていうと、英語学習に例えると分かりやすいんですが、毎週1時間英会話スクールで何年通ってもなかなか英語って上達しないと思うんですが、1ヶ月海外留学で英語付けになるとですね、 えー、この総時間がね、総勉強時間が同じだったとしても、1ヶ月海外留学で英語付けした方が、英語が上手くなるっていうのは、えー、皆さんも想像者だけでも、ね、留学したことない方でも、イメージ湧くと思うんですね。それよりやっぱりこう一気にこうやるっていうのはすごい重要なんです。で、えー、展示会、それができるんですね。もう展示会、もちろんその、 ね、名刺をたくさんもらっているとかたくさんの方に知っていただいて買っていただくみたいなそれがもう基本的に展示会の目的だと思うんですけれども私は常に一石二鳥三鳥ね考えてますから展示会にすごいお金を投資にするんだったら全社員のプレゼン力が高めることは日々やってるけれども1年に1回の展示会は全社員に参加させてそれでこうまあ言ったらプレゼンが 営業のね、自社の製品を、今一番売り,売り出したい製品をプレゼンするわけですね。もう全員参加で、もう本当にこう、パートの女性まで東京に出張してですね、3日間やっていただいたり、であとはもちろんそのお客様の対応もあったりするので、最小限の人数を残しながら、ローテであの最低1日2日はですね、出てもらうようにするんですね。こういう感じで参加して、 えー、そうすると一気にもう教育ができてしまいますと。 例えばそのね、自分の取引先であったりとか友達の会社の方とかにですね、プレゼンするのすごい手くなったりするんですねで。実際これが営業トーク付けになってる写真ですけども、おこういう,こう,いう、ね、形でね、えー、右側にいるように、もう本当に次々、次から次へと営業トーク、そして上手い方の参考にできるんですね。やっぱり営業マンが、ね、上手いと言っても、やっぱりこう、その、 教育している時間がなかったりとかですね、それぞれこう回ってますから、ここで展示会で一気に集まっていると、上手な方の横について、あ、こういうふうに説明するんだ、でも参考にしながらすぐ実践することができると。しかも見ていただいたらわかるようにですね、この私の会社やってた時のその展示会は、他のブースと全然違いますね。他のブースはだいたい普通のこのねかった傘、2メートルぐらいの壁なんですけども、最大の 高さは何メートルまで行けますかってこうね。えー、展示会社に聞くんですね。いや、3.5メートルです、みたいな。あ、3.5メートルまであったらいいんですね、みたいな。いや、そんな高くまでやる人なかなかいないんですけどね。でも3.5メートルも OK なんですよね。上は天井空いてますよね。と,ということで、3.5メートルかつ、斜めにしたんですね、壁をこう。<laughs> すると、なんか目立ちますよね。さらに、 資料みたいな単にこうね、ドーンドーンってこうね、うちの商品はこれって書くんじゃなくて、もうマインドモップにしてあるんですね。私が今、あの、プレゼンしてるような形で、自社の商品をマインドモップにしてあるんで、えー こう、社員が対応できないぐらい、こう、行列になった時は、皆さんマインドマップで見たら、あ、なるほど、これはこういうサービスなのか、という形でこう、勝手に理解していただけたりとか、社員もマインドマップだったら簡単にこう、順番に説明していけば、ロジカルに説明できると。で、それを毎日、毎回毎回説明していると、営業ができるようになってしまうと。これはですね、経営陣の方から、ま、社員がこう、プレゼンが上手くなるように、え、後押しするような形で、こう、ね、え、ブースもしっかり作り込むと。 ということをやったりとかしてですね、一気に全社員の営業マンを上げて、で、全員野球状態に持っていくというやり方でした。最後に、講演とかもですね、やっております。で、興味がある方はぜひ、あの、講演は、あの、説明欄のところに応募フォームがありますので、そちらからまた送信、また送信してください。それではまた明日も戦略チャンネルでどんどん学んでいきましょう。